あ、そうだ、先週のブログに書いてあったね。湾岸で悪魔の Z に会ったんだって。そうなんです。で、どうだった？一瞬でした。こっちはメーター180でまだ加速してるのに一気に抜かれちゃって。噂とかでは聞いたことあったんですけど、私あんまり興味なかったんですよね。なんか嘘っぽくって。だって大体あんな古い Z がめっちゃ速いなんてありえないでしょ。で、実際会ったら自慢の GTR もお手上げだった。はい、マジふざけんなって感じですけど。でも結局また Z は事故っちまった。私じゃないですよ、一緒に走ってたの。分かってるよ。クブクリン相手はブラックバードだ。ブラックバード？前にその Z が走ってた頃の、まあライバルというか仲間というか。先生、会ったことありますか？ああ、もちろんあるよ。悪魔の Z にもブラックバードにもね。なんか燃えてきたかも。君も Z の魔力にはまっちまったか。君もって？俺も同じく抜かれちゃった組でね。ありえない。先生、ちょっと見てもらえますか？おっ。先生、あの Z はまた戻ってくるんでしょうか、湾岸に。確実だよ、なんせ悪魔だから。レーナ、ほどほどにしとけよ、湾岸とか走るの。え？はあ。この前もコンビニにいるって嘘ついたろ。そうでしたっけ、忘れちゃった。まったく、ブログもできたら車のことは書くな。どうしてですか？何でも書いていいって言ったじゃないですか。いいか、今が大事な時なんだよ。前に話したドラマ、あとちょっとで決まる。ただのグラビア系で終わるか、一発の女優になれるか、分かれ道なんだよ。でも私は私だし。おお、香川ちゃん。おお、大橋さん。どうも、いつも頑張ってます。はい、秋川さん、お願いします。はい。秋川さん、入られます。大丈夫？あ、はい。よし、じゃあ行こうか。やっぱりな。こうちゃん、ここんとこうちに来ねえからおかしいと思ったんだ。どうしたもんかね。こうちゃんには迷惑かけないよ。俺だけで何とかする。止めてもどうせ乗るんだろ。見るだけ見てやるよ。貸せ。こうちゃん、お前ボケとつっててねえだろ。これ外せよお前。はい。もしもし、今ファミレスでオムライス食べてます。ちょっとお腹空いちゃって。はい、9時ですよね。分かってます。はい、じゃあおやすみなさい。私は会員じゃねっつ。せーの、踊るわ。悪魔の Z にブラックバードか。面白いじゃん。深夜の湾岸に性別や身分は関係ない。みんな何かを求め、ここを走る。出発は5月28日です。来週のガイダンスには必ず出席してくださいね。はい、どうもありがとうございます。やったじゃん、エリコ。この国際派、ウィリアム王子が待ってるよ。よかったじゃないか、決まって。少し申し込みが遅かったから中途半端な時期になっちゃったけど。
来月たつ。そうか、寂しくなるな。嘘っぽ。そんなことないさ。どうだか忘れられるよ、何もかも。少し遠出するか。エリコとの久しぶりだした。いらっしゃいませ。はい、お決まったんで。かしこまりました。はい、お疲れ様でした。あ、ボケあります。おー、よろしく。はい、やっぱ昼見るとイメージ違いますね。夜のこいつはまさに黒い会長。どうも。誰なの？この前湾岸を走ってた。お前の兄貴の Z に乗って。はい、それでここにサインお願いします。朝倉？うん、朝倉明夫って言います。嘘。どうかしました？大丈夫ですか？ああ。妹さんですか？その人の。じゃあ正真正銘あの時の Z だ。え？以前に街で見かけたんです。あの子が Z に乗ってるの。運命的な話だな。でもぶっちゃけそんなことはどうでもいいんです。今はただあいつに乗れればそれでいい。まさかまだ乗る気なのか？もちろん、これから。これから。悪いことは言わん。あの車はよせ。君の手には負えない。みんな同じこと言うよね。あの Z は君を殺す。なんであんたがそんなことわかるの？ずっとあの Z を見てきたからな。君が乗る前から。ひょっとして黒さんの工場にあれを持ち込んだのはあんた？あと 2,3 日あいつはまた走り出すよ。水曜の夜市川東で待ってるから。本気か？ああ、次こそこのブラックバードを叩き落とす。悪かったな、結局遠出できなくて。いいの。本当にここでいいのか？うん、友達のとこ寄るから。じゃあね。
あんた、さっきのスタンドで聞いたの。兄弟だって言ったらすぐ教えてくれた。同じ名字だから疑われなかったわ。俺になんかよ。別に。Z 見てもいい？髪型で随分感じが違うよな。え？あん時は後ろで縛ってた。何のこと？別に何でもない。何と同じ？名前だけじゃない。バイト掛け持ちして徹夜でこの Z いじって。車が好きなやつはみんな同じことしてるよ。みんな言ってた、この車は危険だって。お兄さんのことは聞いた。でも俺には関係ないから。この車はダメよ。きっとあなたも兄さんみたい。悪いけど俺はお前の兄貴じゃない。確かにこいつはヤバい車かもしれない。でも俺はこいつがいいんだ。その言葉まで兄さんと一緒。どうして他の車じゃダメなの？どうしてこの Z じゃなきゃダメなの？教えてよ。分からねえよそんなこと。たとえ分かってもきっと説明なんてできねえよ。